ようございます。オーサンライダー JJ です。あれ、しゃべってる邪魔しやがったマジって言葉は江戸時代からあります。じゃあね、ジョアさん背負う、ジョアさんの時だけ喋らないようにしてるだけで、そうそうそう、基本は喋りたってしゃあないよこの辺はだから、うん、晴れてると結構綺麗かな。海が綺麗やもん、やっぱり。すごい海の匂いするやん。うわー、デカボコン、はい。いやいや、顔出してくれ。こんな迫ってぐにゃぐにゃでボコボコで、ほんで景色がええとそれも見えなかったんで地獄や。はい。地獄や。おい、いいね。やっぱ日が差すなと思って、やっぱ綺麗やね。うん、確かに。今日もずっと曇りやしとったのに、まあまあこれやったら全然 OK やんね。今年のロングツーリングはぜひとも人を巻き込まんと、こうやって行けへん他のやつがでっかいバイク出来上がって。そう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 、ほんだらね、スピードも乗ってこやん、うちに急性の感じになってくれて怖っ、する、絶対する、うわ、スランだ。もうちょい向こうか。あ、着いちゃった。あ、着いた。止めるとこか。ただ向こう側に第二駐車場ってあるみたいに。あ、そうなんですか。うん、なんかどっかにあるみたいな。パンパンやで。この先行くかな。はい、だって。ちょっとポンコツライダーさんよ、そんなに離れてたら俺のカメラ落ちた時に拾いませんよ。間髪入れずに、間髪入れずにスイッと、あ、
ワンバースはダメですよ、ワンバースしたら。ワンバースはもうカメラ落ちてますやんか。いやいや、落ちてるから、その真下に。こんなに溜まっとるとちょっとあれやな。そこが看板があるとこなんやけどさ、その右のこれ看板やと。ああ、うん、あそこで本当は溜まんねんけど、もう今作業中やね。ああ、この上にもちょっと空き地みたいな、空き地じゃないけど止めれるぐらいのとこあるわ。何これ何なかなかのアメリカンでくるみっしょちゃうで、こんなちょっとまして何やこれ。
まあビクスクみたいなもんやもんね、DCT は。もうビクスク。あのいつもね、だったっけ、リアルスクール先輩という人がいつもビクスク見るとびっくりしたって言うんか。そのびっくりのビクスクとちゃうって言うて。失礼よ。いやー楽しかったです、しかべかに。ありがとうございました。もう本当にもういや、もう気ぃつけて帰ってくださいよ。はい、あ、これ一応締めの動画を撮ってるだけなんで別に。はい、ありがとうございました。